皆さんこんにちは、あかりんこと吉野あかりです。さあ今日はですね、初めましてなんですけれども、レ・メルウェイ・ユーズ・ラルレさんとのコラボ動画になります。ありがとうございます。ラルレと言ったらとにかくパッケージが可愛いコスメなんですけど、今回ですね、2020年のスプリングコレクションで新しくこんなにも可愛いコスメが発売されます。もうめっちゃ可愛いでしょ。だから今日はこれを使って、もうすぐねバレンタインとかも来ると思うので、ちょっとバレンタインメイク的なのをやってみました。デートとかにもぴったりな女の子らしいちょっとピンクをね使ったメイクになっております。妹とかはちょっとチョコレートを意識してやってみました。よかったら最後までご覧ください。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。さあということで早速やっていきたいと思うんですけど、今日の動画はですね、あかりんの女子力動画が始まって以来一番なんかおしゃれな用語が飛び交う動画だと思います。苦手なカタカナが多いからちょっと心配なんですけど、早速やっていきたいと思います。さあ皆さん、レ・メルウェイ・ユーズ・ラドゥレこれがまず怪しいレ・メルウェイ・ユーズ・ラドゥレ、ここからはラドゥレと呼ばせていただきますけど、まあ、ラドゥレと言ったらパッケージがすごくおしゃれなイメージがありませんか。私実はまだ一つも持ってなくて、今回そのコラボ動画やらせていただくにあたって初めて試させていただいたんですけど、パケがいいだけじゃなくて中身もねすごい発色が良かったりとかツヤ感がきれかったりとかするので、今日はしっかり紹介していきたいなと思います。でですね、今回紹介する2020年のスプリングコレクションのコンセプトがパリのランデブーなんですよランデブーっていうのは人と落ち合うこと、特に恋人同士が会うこと、まあ待ち合わせ、フランス語で待ち合わせみたいな感じだと思う今回のそのコレクションのコンセプトが、春は友人たちとお出かけを楽しみ、テラスで春の空気を満喫するのに最も相応しい季節です。パリはランデブーが最も似合う素敵な街、友人たち、そして恋人と待ち合わせ、カフェのテラスに綺麗な女性が2人、誰かを待っています。彼女たちのバッグには、美しいハート型のチークや、エレガントなリップスティック、シックなパリの雰囲気で、魅力あふれるこの商品は、パリと深く関わっているカフェへのオマージュです。っていう感じのコンセプトがあるんですけど、わかりました?皆さん物語が想像できましたか、まあ、とにかくおしゃれってことがわかったと思うんですけど、まあ、そんなね、物語に登場してきそうな可愛いコスメを紹介していきたいと思います。まずね、箱がめっちゃ可愛いんですよ、これ。で、メルウェイ・ユーズ・ラドゥレプチアイカラーの101番、そして102番の今回2色発売されております。めっちゃ可愛くない？こんなん捨てれへんねんけど。開けてみるとですね、美味しそうなお菓子が出てきそうな、こんなに可愛い箱になってます。ちょっとね、紙っぽい感じの箱ですね。じゃじゃん。え、チョコレートみたいじゃない？バレンタインみたいな感じですごいウキウキしちゃうんですけど、こんなんさ、普通にさ、女の子のプレゼントでもらってもすごい嬉しいし、もし好きな男の人がこれをプレゼントにくれたら、女子力負けてるなって思うな普通に。102番のカラーがこんな感じです。こっちも可愛いね、水色とちょっと青っぽいカラーにこうラベンダー系のピンクが入ってますね。全部色味を見ていくと、101番のこのブラウンっぽいカラー、で触った感じはすごいサラサラしてるんですけど、すごい質感が不思議で、すごい軽くて今まで使ったことのない感じのアイシャドウで、なんだこれはと初めて使った時思いました。ピンクっぽいカラーの方が、こっちはねあんまり発色するっていうより、どちらかというとハイライトみたいな感じです。すごいツヤ感とか質感が本当に綺麗で、本当になんかね、触ったらちょっとテスターとか試してみてほしいなと思うんですけど、めちゃくちゃ今まで使ったどのアイシャドウよりも軽くて、なんかこの軽い質感の感じがニュアンスのある目元に仕上げてくれるみたいですね。でこちらのねアイシャドウはオイル成分を配合していないため、見たままの色がそのままクリアに発色されるのが特徴だそうです。確かにこう見たままがしっかり発色されているような感じがしますね。ソフトに乗る感じがすごい新しくていいなと思いました。でこっちが102番、じゃまずこっちのピンクっぽいカラー、うわーこれも可愛い、水色っぽい方のカラーが混ぜ合わせてグラデーションっぽくすると、境目がちょっとラベンダー系になって、これもまた可愛いですね。こんな感じ、すごい素敵。今回私はちょっとバレンタインっぽく仕上げていきたいので、こちらのカラーを使っていきたいと思います。まず明るいカラーを塗ると見せかけて、今日はこっちのブラウンのカラーを塗っていきます。え、すごいやっぱ軽いよね。
今まで使ってきたアイシャドウの中で一番軽い、てか今まで使ってきたパウダーの何よりも軽いかも。サラサラの質感で、私これのフェイスパウダーあったら絶対欲しいなって感じ。ちょっとピンクブラウン系のカラーですね。チョコっぽい感じにしたいと思います。で、その上にこちらのピンクっぽいカラーをしっかりとってぼかしていきます。そうするとすごい綺麗なね、ふわっとした目元に仕上がります。なんか結構最近さ、アイシャドウしっかり塗って発色させるみたいな感じにハマってたけど、たまにはこういう質で勝負するっていうのもすごい可愛いなって思いましたね。で、同じカラーを筆にとって下にも入れていきます。色味が深い感じのピンクブラウンなので、彫りの深い感じに見えるのが素敵だなって思いますね。可愛い、めっちゃ良くないですか。なんか本当に他にない質感がすごい可愛い。これはあと多分ピンクっぽい方のカラーはハイライトとかとして使っても綺麗なんじゃないかな。うん、なんかテカウトしないからすごいお上品な感じがして綺麗ですね。美肌に見える感じがします。こんな感じです。かわいい。一気にこう目元がおしゃれになりましたね。ちょっとマスカラだけ足してみました。なんかこの感じはアイラインをしない方がすごい可愛いかなと思うし、マスカラもなんかあまりしっかり塗らずふわっと塗るぐらいの方が女性らしいというか、デートメイクとかにはいいんじゃないかなと思って、バレンタインも意識するということで、ちょっと本当に目元が溶け込みそうな感じを演出したかったので、マスカラのみにしてみたいと思います。そして続いてチークですね。今回こちらも新しく出るんですけど、でメルベイユーズラデュのフェイスカラーリミテッド101番です。開けてみるとこんな感じです。めっちゃ可愛いですよね。この箱もなくなったら絶対何かに使いたいなと思うような箱です。なんと今回ハートの花びらみたいなチークが入ってます。もったいないこれ使うの。でもこれプレゼントでもらうとテンション上がるよね。あ、すごい、フローラルグリーンスイートの香りです。すごいいい匂い、女性らしい香りがしますね。ローズのドライフラワーを中心としたフローラルにピーチやラズベリーなどのフルーツやバニラなどが配合されたノスタルジックでパウダーリーな香りだそうです。確かにちょっとバラっぽい感じはしますね。で、この2色を混ぜて今回使っていきたいと思うんですけど、でも今回いただきました。めっちゃ可愛い、こんな。なんか私やっぱこれちっちゃい時、こういうお姫様チックなものに憧れたんですよ。だからなんか嬉しい、こういうの使って。じゃあチーク塗っていきます。あ、すごい、2色がいい具合に混ざってやってる感じが。なんか自分で調節してもいいかもね。ちょっと濃くしたい時は濃い方のハートをしっかりとってポンポンポンと中心に乗せた上で、薄い方のハートの粉を取って周りをこうぼかすような感じ。え、すごい自然な綺麗なチーク。なんかもっとポンって発色されるのかなと思ったけど、ちょうど2色の重なり合う感じが綺麗ですね。ちょっと今回はね、女性らしく可愛らしい感じを演出したいので、濃い方のカラーをちょっと中心に黒目の下ぐらいに濃く塗って、薄い方のカラーを使って周りで動かします。なんかこのチークすごい肌を綺麗に見せてくれる感じがするな。明るくていい感じ。そして最後リップですね。リップはレ・メルベイユーズラジネのリップカラーの、今回は104番を使用したいと思います。リップもね、めっちゃパケが可愛いんですよ。ほら、超可愛くない。で、今回私が使用する色味がですね、こんな感じの深めのカラーにしました。こういうバーガンディ系ですね。やっぱちょっと落ち着いた印象があるので、口元にポイントを置いていきたいと思います。この私が使う104番のカラーはシックな微笑みが宿るローズピンクというね、シックなイメージだし、おしゃれな女性がつけるカラーだそうです。すごい一塗りで発色がいい。あとツヤ感もあってお上品で可愛いですね。一塗りでも結構発色されるからポンポンっていこうかな。でも濃く塗るのも可愛いか。あ、もうザ・モテ女みたいな顔になった。なんか最近あんまりこういうメイクしないから新鮮じゃないですか。結構最近ピンクって感じのカラーで、ちょっとオレンジ系だったりブラウン系とかが多かったんですけど、こういうモテカラーもやっぱ可愛いですね。
はい、ということでメイクは完成しました。なんか久々にこういう感じのザ・モテメイクみたいな感じのを仕上げたんですけど、今回のポイントがですね、アイシャドウの質感がとにかく新しくてすごいので、それを活かしたかったので、どうしてもこの軽い感じとはこの溶け込むような発色の感じをうまく活かせるように、アイラインはなしでマスカラもすごく薄くブラウン系のものを使って仕上げております。私結構海外ドラマとか見るんですけど、海外のねアイメイクってなんかこういう感じな感じがする。あんまりカラーを何色も使わずサッと塗る感じがおしゃれで女性っぽくて可愛いなって思うので、そういうのをちょっと演出してみました。でチークは花びらチークってこうラジですごい人気じゃないですか。それをね使ったことなかったんですよ。でもこういう感じで発色されんねんなっていうのを初めて知りました。多分ねよーく見たら細かいパールじゃないけど完全マットじゃない、なんかこうツヤっぽいさがあるんですよね。だからそれがすごいうまく出て肌がすごい綺麗に見えるなっていう印象がありましたね。あといい匂いだし、いやこれはもらって嬉しいなと思った。リップはもうとにかく色が可愛い。であとね他にもあと2色あったんですけど、ちょっとコーラルっぽい本当にザ・モテカラーみたいなカラーと、もうちょっとパキッとピンクみたいな感じのカラーだったんですけど、今回私が一番気になったのはこちらのカラーだったのでこれを使用させていただきました。すごいしっかり保湿力もあるような感じがするし、1回塗りですごい綺麗に発色されるので、そういった点もすごくお気に入りだなって思うし、なんか最近本当に私結構オレンジ系だったりブラウン系のメイクが多かったけど、やっぱピンク使うとテンションが上がるし、ランデブ待ち合わせ、もし私が将来おしゃれなカフェで男性と待ち合わせをするなら、こういったピンクのメイクしたいなってやっぱ思うから、今回はこれにしてみました。妄想だけで楽しかったです。さあということで今回はですね、レ・メルウェイ・ユーズ・ラジュレさんとコラボさせていただいたんですけど、なんか正直パッケージが可愛いコスメっていうイメージで、中身ってどうなんだろうって思ってあんまり買ってこなかったんですけど、いや今回質感とかツヤ感とか発色のされ方とか初めて使ってびっくりしたので、ちょっとこれからはどんどんチェックしていきたいなっていう風に思いました。ありがとうございます。やっぱこういったコラボでね気づくこととかもいっぱいあるから、まだまだ知らないコスメもあるんだなっていう風に思いましたし、可愛いコスメは持ってるだけでテンション上がるし、こんなに可愛いコスメがいっぱい増えたので、ちょっと部屋の目立つところにこれはなんかうまく飾りたいなって思います。今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことよしなあかりんでした。